それでは早速、江戸大神楽選定&推薦のお二方にご登場いただきましょう。大きな拍手でお迎えください。どうぞ。
実はですね、昨日 NHK 生出演してたんですよ。見てないですか？じゃあ見たってことにしていただいてありがとうございます。姉妹に続きまして、次はおめでたい曲で皆さんご存知かと思いますが、水広がりはただの曲を見ていただきたいと思います。これはですね、なんでおめでたいかというと、こちら傘自体が水広がりになっていてみたいです。その上ですね、いろんなものを回して、演じる下に向いた構造を回していくということなんですけども、こちらまずは回る止まりです。家庭は何事も回る収まりますように、回る回し役から行ってみたいと思います。はい、よいしょ。皆さんどうぞ拍手はご入れます。はい、皆さんの拍手にお応えしてください。
合わせて皆様が